中国の海洋進出が今まさに正念場となりつつある。クワッドやオーカスでの包囲網もまた急がれる必要がある。今回はこの海洋進出に中国の最新鋭空母003型を詳しく見ていきます。ステルス戦闘機も艦載するとの情報をキャッチしていますし、カタパルトを実装。性能に関しては未知数ですが、中国の作り出すものは三流品が多いですからね。中国メディアは、遼寧、山東が護衛艦出雲にも負けたとの記事を掲載しています。F-35B 戦闘機を艦載する出雲は脅威と考えるでしょうね。中国海軍が保有し運用している航空母艦といえば、2012年就役の1番艦、遼寧や、2019年就役の2番艦、山東が、東シナ海、南シナ海や西太平洋の周辺海域に進出したとの報道をたびたび目にする。中国が初めて稼働させた航空母艦は、先の遼寧だが、これは、もともとは、旧ソ連のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦、ワリャーグで、1991年の同国崩壊に伴い、ウクライナに引き継がれたものだった。中国は、ウクライナから、この、ワリャーグを、スクラップの名目で、およそ2000万ドルほどで入手し、2002年から、大連港で調査が行われ、修復可能と判断されて、2005年から、レストアを行ったものだ。ここで得られた、遼寧の修復に至る技術、ノウハウをもとにして、これを、国産で新規に建造したものが、山東、であり、中国の航空母艦国産化の先鞭をつけた艦艇となったと言えそうだ。遼寧、山東、ともに、艦首に、スキージャンプ式の発艦装置を有し、着艦は、アレスティングワイヤーで行う、方式の航空母艦のため、艦載機の兵装、燃料搭載量には、おのずと制限が生じる。これは、艦載機の離陸時の重量を少なくしないと、発着艦できないためであり、この点から、アメリカ海軍の大型原子力空母の艦載機とは、個々の能力の上からは、明らかに劣ることが否めなかった。しかし、山東に続く国産の航空母艦で、アリ003型と呼ばれている新型艦艇では、ついに、アメリカ海軍の航空母艦と同様に、カタパルトが搭載され、艦載機の能力を引き上げることが予期されている。折しも、今年2021年7月1日に、中国共産党は、創立から100年の節目を迎えており、国内外に、この003型航空母艦の完成が近いことを、様々なメディアを使って喧伝し、2023年前後の収益が有力視され始めた。山東のスペックも推定値ではあるが、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅38メートルの艦隊に、最大で約70機ほどの各種航空機を艦載できる能力があると見られていた。同様に003型航空母艦は、推定値として、満載排水量8万5000トン、全長315メートル以上、全幅38メートル以上の艦隊に、最大で約100機ほどの航空機の艦載が可能で、電磁式のカタパルトを装備するという。ただし、この電磁式のカタパルトの実装については、アメリカ海軍ですら、最新スルドのジェラルド・ R ・フォードに搭載して、ようやく稼働にこぎつけた段階であることから、即中国が実用化することを疑問視する声も多い。確かに、アメリカ海軍でも、毎級であるミニッツ級までは、
蒸気式のカタパルトを運用しており、新機軸である電磁式では、莫大な電力の供給が必要なことや、気候変更に伴うトラブルが課題となっていた。現在でも、ジェラルド・ R ・フォードは、航空機の並走を搬出する貨物用のエレベータの稼働に問題を抱えているとも言われ、確かに中国海軍が即時実用化することは困難だと思える。このため003型航空母艦は、こうした最新式の電磁式のカタパルトではなく、従来型の蒸気式カタパルトをまず搭載する可能性もあるようだが、こちらでも中国海軍にとっては初の試みだ。しかし、実はワギャーグを遼寧とする以前にも、中国海軍では3隻の他国の旧式航空母艦の入手を行っており、その中には蒸気式のカタパルトの搭載艦艇も含まれていたことが分かっている。これら3隻のうちの2隻は旧ソ連のキエフ級航空母艦であり、2番艦ミンスクが韓国系企業に売却された後の1997年に中国系企業に転売され入手。1番艦キエフは2000年に現ロシアから直接購入していた。これらキエフ級航空母艦は当時のソ連では重ね対潜巡洋艦と呼称されており、YAK-38 等の V、エストール航空機を搭載する軽空母ではあったが、トルコのボスポラス海峡等の通過や、政権内部の批判をかわす意図が込められていた。それでも、ソ連が配備した航空母艦として、キエフ級への注目度は高く、キエフやミンスクの動向は、それこそ、現在の中国の遼寧や山東、同様に、その航行先、目的を考察するニュースが多かった。ただし、キエフ、ミンスクは、中国が入手した時点でも旧式であったため、ワギャーグのように再生されることはなく、商業用の目的で、天津や深圳に係留され、軍事目的に使用されることはなかった。残る1隻が、1985年にオーストラリア海軍を退役したメルボルンを中国が購入したもので、これは、元は、イギリス海軍が建造したマジェスティック級航空母艦の1番艦であり、1955年から、1982年まで就役していた。メルボルンは、基準排水量 15,740トン、満載排水量2万トン、全長214メートル、全幅24メートルで、1943年の寄港ながら、蒸気式カタパルトを後付けしており、この技術を中国は研究したとみられている。ただし、いずれにせよ、メルボルンハロー級艦であったため、現在の艦載機を射出可能なカタパルトの製作にそのまま寄与したとは思われず、原理や仕組み、機構を理解するのに用いられたのだろう。